私がいつまでも現状に置かれるのだったら、どんなひどい詫び住まいであってもあなたを迎えます。今それを実行することは人聞きが穏やかでないから、私は遠慮してしないだけです。直感の人というものは、明るい日月の下で出ることも許されていませんからね。のんきになっていては罪を重ねることになるのです。私は犯した罪のないことは自信しているが、前生の因縁か何かでこんなことにされているのだから、まして愛妻と一緒に廃所に行ったりすることは例のないことだから、常識では考えることもできないようなことをする政府に、また私を迫害する口実を与えるようなものですからね、などと源氏は語っていて、